全然無理でした。3、5、ちょっとじゃあ、まあ、どうせ大丈夫なんですけど、探しますか。嘘？しかも、なんだったら、1番の方、取られてて。いずれにして、迷わずに行ってても、どうせ無理な番号でした。パチェラ始まって以来の大失態ですね、これは。パチンコのユニコーンやります？ということで、寝台を、つって。ちょっとじゃあタバコでも吸って一旦落ち着きますか。いやーマジか。ということで鬼武者やっていきたいなと思いますけれども、これ座ってみて思ったんですが、私この台あれですよね、パチェラーで初打ちを、はい、しためちゃめちゃ負けた台だったはずです、はい、ただ先に言っておきますと、鬼武者とあと、まあ、スマスロのバキ、この2機種は本当にとても面白い、まあ、もちろんバルブレイブとか、まあ、面白い台いっぱいあるんですけども、このおお、いいですね。合格弱チャンス目一発、はい、まあ、33% から 39%、 とりあえず1回目のバッサリゾーン、はい、基本はテーブル3スタートですね。さあこれをいきなり決めちゃえば、今話の途中だったんですけども、この台正直設定、まあ、不問で楽しいんですよ。なんとでもなるんですよ。結局このチャンスゾーンがまあ、設定が高いほど、まあ、この辺が緑だったりっていうことが多いんですけど、いいよ、一番右まで結局公約入れて持ってっちゃえばもう設定関係ないんで、本当にちょっとお願い、最終ゲーム演出あれば大丈夫なんですけどないんで、ああこれはもうちょっとダメなやつなんですけど、はい。でこの設定、変な話1でも鬼武者で出せるときって結局あのチャンスゾーンをめちゃめちゃ右の方まで持ってくんで、鬼武者もこれまだ現状解析的なものが出てないんで、まあ私の個人的な実践データに基づいた情報なんですけれども、あの設定6だと、まあ、特にこの今1回チャンスゾーン入りましたけど、2回目以降のチャンスゾーンが、まあ、本当にまあ、ローテーブル、テーブル番号でいうと1、2、3、ほんと出ないんですよ。変な話この後チャンスオン入ってテーブル1とかで青青青で始まった瞬間にもうその時点で6の期待度がだいぶ下がるんですよ。でこれで2回目のチャンスオンがもう青をスタートした時点で、ああ6はないのかなって、はい、おっとこれはちょっといいですよ。これテーブル4かな5かな、はい、あこれはちょっと上がりますね。が、まあ、ちょっとこれ別にこれでもちろんお6だってなるわけじゃないんですけど、ただあの6を否定は全くされてないんで、むしろこれはいいですね、はい、ちょっとだけテンション上がりました。暑いですねこれ。うわそうですね、これ今合格確定してたんで、あの回怪しいっていう字が出てたんで、合格状態で今弱チャンス目強チェリー強チェリーって引いてるんで、ゲーム数ちゃんと見てないですけど、ずっと転落してなければ、まあ、設定1の数字で 33%、66%、66% っていう3つの抽選を受けてます、はい、でこの台、これも私調べですけども、チャンスゾーンストックしますんで、はい、最高値でチャンスゾーンが今全部当たってれば 33%、66%、66% 全部当たってればチャンスゾーン3回出てきます。はい、これがまあ弱チャンス目で当たったかは分かんないですけど、さすがに1個か2個は出てくるはずなんで、はい、33%、66%、66% あるんで、さあ3回目これがおっとテーブル6、熱い、これちょっと設定あるな。まあこれモードを多分 C とかなんですかね、い
C、いや D まである、いや D はない、いやちょっととりあえずまあメモっておけばいいんで、はい、いやいやこれはちょっと、ただ結局じゃあそれでお設定あるかもとか思っても、毎回毎回チャンスをここで終わらせてたら、まあこの台は終わりなんですよ。もうなんで、あいきなり100機、はい、で発展が、あ弱い、赤タイトルならだ、おチャンスアップ、タイトル普通だけどこれ当たっ、赤、あーちゃ、いやでも赤文字はどうでしょう、これ当たっていいですよ普通に。えちょっと様子が、状況が変わりましたね、はい、で今これチャンスゾーン緑で、緑2回目で当たったんで2の1、はい、設定1で 20%、 6で 28%、はい、やりました。投資6000円の197ゲームで当たりました。これいわゆる設定差のある当たりなんですよね。要はチャンスゾーンのテーブルが良くてかつ低い色で当たってるんで、これマジでちょっと今設定的な期待も持ちつつ、はい、ここから先はまあまあ、解析が出てないのもありますけど、おそらく設定差ないんですよ。単純にレアエク引いて、はい、弱チャンス目で、はい、上乗せ取って、で弱レアエクの次ゲーム1ゲーム間のリーチ目降格なんで、あー残念。で弱チャンス目はいやちょっと久々なんでね、確か 25% かな、 25% で、あこの演出熱いですね、 25% でリーチ目降格入るんで、これおそらく取ってますね。あ入ってます、入ってます、うえやばい、ボーナス直撃してる、え 0.4% とかだったと思う、256分の1とかだと思います。あらあらあら、これちょっとやれちゃうやつ、これちょっとどうなんですか、ワンチャンがあってもいいような、はい、でボーナスを引いたんでリーチ目降格、はい、熱いよ、バー中断で2角です。あー強チェリー、いやこれはこれでいい、強チェリーは当然バッサリがありますんで、イメージはこれです。あーないない、うわ強チェリーからのボーナス直撃、これ 9. 点何パーですね、これはもうほんと設定とかじゃなくてちょっとやれちゃってますね。結構鬼武者そこそこ打ってますけど、まあのスマスロが導入されてから私結構スマスロに脳を焼かれてしまいまして、特にバルブレイブとバキばっかり打ってて、まあ終始もまあ安定しないんですよ。そんなに高純像大好きマンじゃなかったんですけど、まあバルブレイブ味わっちゃうとね、あのちょっともう打てないなっていう、はい、うわ今日チャンス目取らない、 50%ストック、いやめっちゃ低い。今これリーチ目降格1個目の間に、ボーナス1回引いたんで緑色の帯になって、リーチ目降格まあ ABCD ってある B 以上になりますね、はい、でリーチ目降格 B 以上になるとベルデのフリーズ抽選が追加されて、まあリーチ目降格 B って一番下だとベルデ 6% ぐらいですかね。熱い、レアエコはリーチ目、まあこれ王道のスイカ外れでボーナスです、はい、うまい、あれちょバラ渡せますよ、バラ渡せますよ今んとこ、はい、いや順調ですね、ただまあ球はまだ全然出てないですけど、あっつ、暑いですね、これはまあはい、うまいですね、最終ゲームでうまっ、うまっ、青なんでね弱いんですけど、どんぐらいだ、体感だと3割ぐらいですかね。ただこれ止まればこのリーチ目リプレイってあの別格なんで鬼ボーナス否定です。力、うわ1ゲームベルフリー 6% っすね。この台
際には AT 中の、まあ、降格っていう概念があるんですけども、通常降格準備降格っていうのがあって、まあ、その降格何管理してるかっていうと、まあ、レア役引いた時の上乗せで、まあ、降格準備って通常と全く一緒なんですけども、要は降格行くためには1回降格準備を経由する必要が基本的にあるんですね。でその降格、通常から降格準備、降格準備から降格、どうやって上がるかっていうと、基本はレア役ケーキなんですよ。ただレア役ともう1個ボーナス、ボーナス引いた時の何パーだったかな、確か鬼ボーナスと赤七双剣ボーナスは確か6パーだか、まあ、10パーないぐらいで、内部状態が1個上がります。で青七引いた場合は25パーとかで確か内部状態が上がって、で降格まで上がると、まあ、降格準備もそうなんですけど、毎ゲーム転落抽選をしてて 10% ぐらいで転落するんですよ。なんで降格ってめったに上がらないくせに、要は上がるのって通常から降格準備にまず上げるのにレア役の確か 6% とかそれぐらいで、しかもそこから 10% の転落を引くより先にもう1回レア役とかボーナスを引いて 6% とかで降格まで上げないといけなくて、でさらに降格に上がっても毎ゲーム転落 10% でしちゃうんで、転落するより先にレア役を引かないといけないっていう、正直結構おまけ的な要素なんですけど、ただうわまた外した 50% 2発外しましたね、これで AT ストック。ただ降格に上がるとレア役での、上乗せが確定になるんですよ。レア役引いた瞬間に上乗せ確定になるんで、例えばスイカとか、はい、まあ、ジャクシェリーでも何でもいいんですけど、まあ、スイカは乗った時のゲーム数がでかいんで、はい、おっとこれは、まあ、リーチメリプレイもなくはないんですけど、おそらく強チェリーじゃ、まあ、上乗せ確定かな、だからジャクチェリー上乗せか強チェリー上乗せか挟んでバー中段で、リーチメリプレイ2角です。チェリーが中段に止まれば強チェリー、下段に止まったらジャクチェリー、これで強チェリー2角ですね。さあ一戦フリーズチャンス、しかもこれもし内部状態上がってたら30からのないない、でリーチ目降格終わっちゃったんですけど、強チェリー引いたら、3ゲーム間はリーチ目降格にいるんで、このゲームまで間に合います。このゲームでリーチ目リプレイ引ければボーナス、残念。あとは強チェリーの 9% 引いててボーナス直撃してた場合は告知されます、残念。でこれはまあ弱チャンス目と強チェリーなんですけど、まあ、ほぼほぼ重々、一応これ30の可能性もある、はい、20超えればを超えた、じゃあ30ですね。今13重の振り分けが多いんでほとんどなんで、これ超えちゃったらとんでもないことになりますけど、まあそうですね、まあ、これうまいですね、強中で30、弱いですね。ああもう弱い、もうこれ最弱なんでほぼほぼ終わりですね。10%、15%ぐらいあるかな。ああこれでもう第一でこうなったらもうほぼないですわ。で終了画面が、おうわ奇数設定した、いらないんですよこれ、これいらないんですよこの画面以外、おーおーおーおおモード B 以上かな。えちょっとこの台本当にごめんなさい、設定がある可能性がまあまあ出てきましたよ。でまあ即前兆もないんでチャンスオンストックはもちろんなしと、おそらく有力感はリセットされたものと思います。で判別するにもまず1回目のチャンスオンを、まあ、失敗させないと判別は進まないんですよ。まあ、成功したらしたらもう当たったんでいいんですけど、このチャンス目この3分の1なんですよ。もう六角の台とか打ってても本当にこれがね、この3分の1が取れないと、今強チャンス目の後に弱チャンス目引いたんで、はい、内部状態が通常であれば強チャンス目で 33% で弱チャンス目で、まあ、1で 6%、 6で 10% なんで2つ分の抽選を受けているんですけども、おーしよしよしよし、赤までいけば、まあ、あ、待って、これまあめっちゃ熱いんですけど、これ紫になるとハイパーバッサリゾーンハイパーかテーブル6以上が確定するんですよ。だから俺紫に、これバッサリゾーンハイパーもしくは、ただハイパーは強チャンス目からの直当たり 0.4% とかなんで、まあほぼないんで、
いきなりこれめちゃめちゃいいテーブルスタートですね。テーブル6以上なんで絶対にこれ AT 入れないといけないやつですね。ここの、ST の 4が6で始まったらハイパーです。4だったらその時点で緑以上スタートですね。右から始まるケースもあります。4なんで、はい、あーテーブル6ですね、はい、あこれは公約以上確定です。うまい、弱者だけどこれで連撃チャンス。これ連撃取ったらまあまあこれ AT です。あ普通、あよし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 、リプレイか。やばい。でもまあこれなら最悪ここで終わるよりは、これで1で 50%、 6で、58% かな。あ弱い、オフだ弱い。わっ、つい、早くないっていうか、いやいやでも大丈夫じゃない。よし、おお、ここで振動すること、初めて見た。継続率ついたかあんのかな、わかんないけど、あそこで振動もあるんですね。軌道に、あこのジャラーンはレア役確定ですね。リーチ目効果とかついてなければ。弱チャンス目、大脇おチャンス目、これで弱チャンス目2角ですね。上乗せなし、リーチ目効果、あ悪くないけど演出的には弱いんで弱チャかな。あ強チェ、うまい、弱いけど、あしかも残か、これ滅だといいんですけどね。でもバッサリあります。ない、あと2ゲーム間強チェリー後なんでリーチ目降格、中断追加なし。ただ 50% でリーチ目降格入ります。いやこれ上乗せ王はリーチ目なんで、また強チェリーの 9% の直撃引いた可能性ありますね。あベルだ、でこれ強ベル否定してるんでこれボーナス確定です。あリーチメリプレイか、リーチメリプレイですね。強チェリーから、うん、まあリーチメリプレイ、内部的にリーチメ降格いって、このゲームで本当はリーチメ降格に移行するはずだったのかもわかんないです。今これ強チェから4ゲーム目なんで、はい、いややれてる。あとやっぱり一斉フリーズですね。おっ、ミドルスタート、あーマジかよ、ベルフリない、これ結構痛恨ですね。あーでも強チェここうまい、あるよあるよ、ないけど、でもタイミング的には悪くないタイミングで引きましたね。リジメ降格中に引いた場合は10ゲームの上乗せもらえないんですけど、まあ、これで 50% でリーチ目降格もらえるんで、もう10ゲーム、青文字、え嘘、ああこれでリーチ目降格、そうですね、さっき多分このタイミングであれ引いたんで、リーチ目リプレイを引いたんで当たったって感じですね。さあ帰ってきました、タイミング的には悪くないですね。キョーチェリーからの上乗せはまあ概ね10と30が1対1ですね。でまあそれ以上がちょっとだけあるんですけど、おわパネフラした、50以上かな、パネショーの方が強いんですけど、こっち、いやーっつ、いやこれありますよ本当に、平気である。だこの時点で10か、確かパネフラ50ゲーム以上かな、ここでの告知が10か30だった時点でズバ格です。だ50が一番寒い、寒、でもまだもちろんあるんですけど、これ一番寒いな、ズバないんかい、これ、いや、むしろ今のパネフラからの一番安い、おわ紫文字、これボーナス直撃したかな、9%、初めて見たな、紫文字、あの掛け合いで、多分、いや、これボーナス当たってるでしょ、当たってますね、いや、まあ、安めだったけど、今のはマジで。ハネフラからは強チェで、ハネフラからの強チェで、ハネフラ強チェで50はマジで安い。うわー来たー、
いいですね。これで内部状態が1段階昇格が 25% ぐらいあります。押せたかなって、1枚ベルだったからややこしかった。うめえ。あ、お願い。あー弱い。もったいないお化けですね今のは。いやー、うわ赤、あっつっ。強スイカ、強ベル、スイカ上乗せ、強チャンス目、強ベルは強スイカ9200分の1か、強ベル996分の1、強スイカ。うわ引いた力からのからの、いや来ないんかい。え、来ないんかい。安っ。え、いやこれ初めて来なかった。いや100は弱弱。ちなみに強スイカは 50% でボーナス直撃、 50% でリーチ目降格なんで、どっちかですね。これでリーチ目降格だったらマジ安い。ちょっと100、今まで引いた中で1、しかもなんかボーナスっぽくないんで。うわもう最、強スイカ界で最弱ですわ今の、マジ。うわこれもう本当に今までで一番弱い、強スイカ界最弱ですわ。最弱の強スイカ、マジか。いや今の本当に あったからね。100ズバー300ぐらいは平気で。これ10は安いよ。おしよしよし、30で、おしよしよしよし、30、これは振り分けに勝ちましたね。あ60か、足し算できませんでした。はい、いやそれにしてもパネフラからの50と強スイカ100はマジで最安値だな。弱チャンス目の地ゲーム、パネフラともなったんで、まあ、50ゲーム以上の上乗せって言いたいところなんですけど、弱チャンス目の地ゲームなんで、まあ、リーチ目リプレイでしょう。うわあーダメでした。はい、リーチ目リプレイですね。まあまあまあ、うまいうまいやつです。この1ゲーム間しか成り立たないやつなんで。まあでもパネフラしちゃったんだね。ちょっと本当は上乗せの方が美味しかったですけど。うわ、お初スタート出よった。奇数設定示唆強が出ましたね。やめて、現実を突きつけないで。ベル下段だね。弱い。あー弱い。あーよし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 。継続確定ですね多分。これレインボーだもん。あーそう、この曲この曲。じゃあ配信モードオンにしてると多分継続確定の時の歌がこの別のこの曲に変わるんですけど、これは継続確定の歌です。よしよしよし。あ、てかまた継続確定の歌かかってるわ。よし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 、まあ、50% か1個上の66ぐらいあっても良さそうな、いい継続ですね。順調ですね。ただこのままだと伸びきらない。うわーパネショーしたわ。100以上きたー。これ100以上ですね。パネフラより強い方です。しかもこれだ、逆にこれであの直乗せで100未満であればもう
一戦フリーズ確定です。いやこれ強力プレイ強追加での、まあ、一番高いのが300がズバってなってもう300の600が最高めなんですけど、ちなみに自己記録は400です。いいよ強水化王は強ベル、また引いたわ、また引いたわからのこれズバモミジ、ズバモミジ、よしモミジ、モミジ、桜じゃないモミジ、あー桜だ、やりました力、いやー2回目、いややっときましたね。で一応これで最安値が200ですね。強水化の時点で最低100で、ズバで桜なんで最低100なんで、100、100の200が一番安いんですが、一応ドタカメ600まであります、はい、でパネショープラス振動すごいんですけど、まあこれはもちろんここでまた引いたはありますけど、まあ今の強水化の 50% でのボーナスですね、はい、あいやデカプッシュは青ならっすよ、これただのデカプッシュじゃないんで、多分あそこで青ならだと思います。いやこれは高めですね、さっきド安めだったんで、100のせい一戦フリーズなしボーナスなしから1点、まあ、最低100にプラス最低100の200以上プラス青ならなんで、はい、もうド高め引きました。いやーパネショーが熱いんですよね、これは完璧に、さすがに完走じゃないか、いやうわーもったいない、これなうわーこれですよ、1ゲーム遅いやつ、これあの立命降格中ならナビが出なくて赤7でした、赤7か青7でした、はあもったいない、さあ楽しい楽しい、ちなみにこれを押すと一撃で出るんですけど、ちょっとさすがにここは行きましょう、200までは確定してますんで、はい、200までは行って201個目がめっちゃ大事ですよ、1個超えたらその時点で300以上なんで、このいやここめっちゃ大事だな、めっちゃ大事だな、これで終わんなければいい、よし300以上、あちーでまたこれ超えたら次400以上ですからね、やべえ、いやマジ超えてくれ超えてくれ超えてくれ、超えろ、あー通って、たまらんですね、はい、いやまあまあ最安目じゃなかったんで300なら十分でしょう、ええいやこれリーチミリプレイ2角なんですよ、これないこれリーチ目広角じゃない状態のリーチ目広角って確かあーリーチ目リプレイって確か7000分の1だからだった、ちょっと間違ってたすいません、いやもちろん霊役も何も引いてないんで、これいやこんなん初めて引きましたわ、あの AT が確か8セット目とかを超えるとあの内部的に裏モードっていうところに行って、あと AT の初当たり時の確か 20% かなんかで、で裏モードに行くとあのリーチ目リプレイがあの高確率ついてなくても確か200分の1とかそのぐらいに上がるんですけど、今これマジで何にもない、要は裏モードにも、まあ、いない状態だったんで、これ本当に7000分の1ぐらいの、しかも青7号なんでいいリーチ目広角に期待、青以外青かい、ここであリーチ目広角終わっちゃったって自分に言い聞かせることで1ゲーム遅いリーチ目リプレイを拾うスタイル、諦めのレバーダメでした。
熱っガッチャ。ただハデショーも筐体振動もないんでキオチェリー、ただ最低が10っていうだけなんで20が出れば本当に最安でしたわうわ引くな強チェ。あるうわ当たってる直当たり 9%9 点。うわマジ、いやこんな出ないよ。いやあちぃ、あつー弱チャンス目ジュゲーム上乗せオアリーチメリプレイの演出なんで、もうこれスイカの方がなんなら熱いんですけど、どうせリーチメリプレイと、はい、おおデカプッシュ青7です。2500枚、ここまでやって継続資産演出が一切出てないんでちょっと継続は難しいかもしれませんが、セリフ弱い弱い弱い全部弱い。ダメ、やっとてほぼほぼ完走ですね。多分300枚ぐらいしか入ってないと思うんで、あと本当に200枚ちょっとで完走だったと思いますが、また奇数設定したか。まあ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 、はい、やれるだけのことはやりました。武者はね、お、レア役引いた。うわ、強力プレイ9000分の1、これ強力プレイ2角です。ここで通常時、はい、はい、これでバッサリゾーンハイパー確定ですね、はい、この後前兆が来てハイパーに入ります。参りましょう。ちなみに今まで一度だけハイパーを6ゲームで終わらせたことがあるんですが、ちょっと待って、やば、え、嘘だ、やばい、いや、やったわ、これ、これもうちょっと歴史的快挙、はい、もうパチスロに、ああ、1ゲームもパチスロに流れなんてないんだ、いやー、つれー、いや、もうこれ最悪ですよ、本当に、もう、何やってんのっていう。いやー本当に愚かな、なんてことをしてしまったんだ。さて結局チャンスゾーン天井まで間もなくですね、はい、これがそうですね333分でチャンスゾーン間333ゲーム天井が発動しましたんで、前兆を経て間もなく最後のチャンスゾーンに。テーブルいくつでしょう。うん、きっちり4ですね。さすがに、よしよしよし、よし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 、お願い、あと2個。演出なし、弱い、あー50%、1ゲーム遅い強チェリー。ただこれ書き換え抽選はあるんで何パーだったか忘れましたけど、まあ、とにかくこの時点で 50% 以上はありますね。弱い、むしろ弱い、あの大きいあのトンカチみたいなやつ、あ、これ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 が痛かった。悪くない悪くない、よー悪くない悪くない、
よしよし、これはさすがに大丈夫じゃないでしょうか。あ、どっちも強いけど当然こっちがいい。いやでもこれもほぼ外れないんで、タイトル普通だけど、これ失敗した時本当寂しいんだよね。さすがに、よし、447ゲームさあラスト AT 今入れた分ぐらい返ってきてほしいですね。多分500枚ちょっと入ってると思います。なんとかレア役は引きました。弱チェー乗ったのは大きい。リーチメリプレイある、下段ベル、あー惜しい、 20% でリーチメ降格ない、ぴったりなタイミングでセリフ出たのに。よし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 、うわっやりました。いやズバだよ。いやこんな弱い演出で振動しましたね。これむしろリーチ目広角入ってたら、これリーチ目リプレイもあるんですけど、これはいやまた強水顔は強ベル、いや強ベル、はいで30からの、これはもう振動して30ってないんで、やりました。330で、300でレインボー、レインボー、100と200だったら赤なんで、レインボー来い来い、330、あ休めか、とて力、よーし、これでまあまあもうほぼほぼ最後も帰ってくるんじゃないですか。いやすごい、強ベルの確率996分の1ですからね、約1000分の1をこのタイミングで引いて、というかまあ今日全体的に引いてるんでね、強水か強水か強リプレイなんで、9000分の1のフラグ3回引いてるんで、あの外線打ってたらもうゴッド3発ですから、はい、熱っ熱っ、いやー強チャンス目が一番寒いな、これは寒いな、あー寒い、熱っから一点寒くなりましたわ。そろそろリーチメリプレイを、うわ強チェ、神台やばい、300、まあ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 、いやしかし、おお2ゲーム連続、やばき、え、いやでもこれ演出は弱いけど、やばは、いや一戦フリーズに、いやちょやばはじめ、こんなことある、いや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 、ありえないありえないありえない、2ゲーム、いやしかもボーナス直撃、いやこんなことある、今日あの本物の2ゲーム連続強チェリー、2ゲーム連続一戦フリーズ、あーもう本当に、いやこれが今日ね、本当にまあかつてパチェラーでやりましたけど、鬼武者本当にもう10万近く、確か8万とか入れたはずですけど、いやーこれ今日来てたら、あ、奇数設定した今日ちょバラでしたね、これはさすがに。でもまあこれ真面目な話するとやっぱパチェラ難しいところって、難しいというか、まあこれあのまあ本当初打ちで、パチェラでの初打ちからまあすごい苦い思い出から、そこから何度かこうまあ設定的な部分で期待ができるとか、いろんな状況があって本当はもう打ちたくなかったんですけど打ったんですよね。であれから結構打って、やっぱ打てば打つほどこう面白さが分かってくるっていうのがあるんで、まあそれもこの台に限らずパチンコパチトロってそうなんで、なかなか、うわマジ、いや設定あるじゃん、いやこれめちゃめちゃ設定差あるんで、じゃあ5だ、
本体5ですね。え、5だよ。そうですね、総合判断でこの台マジで5だってなると、まあ時間的にこのエティで、まあ、この収録の方は終わるんですけど、私には選択肢が残されてまして、はい、妻と子供にちょっとごめん今日遅くなるって言って、推定後のこの台を収録終わりにただ閉店までひたすら打ち続けるか、普通に帰って娘のピアノ教室に一緒に行くかっていうところですね、はい、パチスロだけの期待値で言えばもう絶対続行なんですけど、まあ、人間パチスロだけじゃないんでね、はい、そこは期待値の比較で取るべき行動を取るのがいいんですけど、さあ楽しい楽しい玉乗せチャレンジ、これはまあ弱者なんで10で、はい、ここからですね、最安値が110なんで合わせて120ですね。120を超えたら次130だ、140か、はい、ここですね、これ超えればここで終わるのが最安値、うわ最安値ですね、10と110、まあ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 ちょっと安かったけど、3回出ましたね青セリフ、さすがに継続してほしいかな、3回出れば。セリフは弱い、あれ出ない、あれマジ、うわー終わるんだ。ということで1セット単発でしたけど、400ゲーム上乗せして1000枚と、ということで収録の方はこれにて終了、パチェラーの休日以上です、ありがとうございます。ということでパチェラーの休日、はい、急遽やらせていただきましたけれども、はい、もちろんね朝はパチェラーやる気満々で、来たんですが、まあ、パチェラーここまでが逆に幸運だったということもあるんですが、始まって以来初めての抽選にまあ負けて、かつ、まあ、全て、本日のまあ寝台、抑えられていたというところで、まあ、どうしようかとなった挙句、ちょっといつも通り打ってみるわっていう感じで、なんとなく座った鬼武者でやってしまいました、はい、まあ、最終結果の方が投資枚数にして300枚弱ぐらいですか、290枚とかそれぐらいで、回収がなんと3275枚ということで、はい、しかも推定、まあ、設定5ということで、まあ、設定にも助けられつつ、いやー引きがすごかったですね、強水か強水か強リプレイ、これ全部1個あたり9000分の1のフラグを、まあ、まだ多分時間的にどうでしょう、まだ3000ゲームぐらいしか回してないと思うんですけども、9000分の1を3発、はい、パチェラーが本当初打ちだったんですけれども、嘘のように気持ちよく出てくれまして、はい、まあちょっとこれがね本当に初打ちであれば十分バラを渡してっていうことも視野ではあったんですが、まあ、今後もね、はい、もしかしたらもちろんこれは狙ってるわけではないんで、抽選の結果以下では、今後もちょっとこういった形でパチェラーの休日挟むこともあるかと思いますが、本業は私パチェラーですので、はい、生涯をね、はい、決めるそんな相手を探すべく今後もやっていきたいと思いますので、引き続きパチェラー、そしてたまにやってくるかもしれないパチェラーの休日お楽しみいただければと思います。ということで本日もここまでご視聴いただいてありがとうございました。番外編とはなりますが、まあ、いい結果が出て非常に良かったです。そして最後に、まあ、こんな休日もあっていいよねと思っていただいた方、ぜひ高評価を、そしてまだお済みでない方はチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただければと思います。ということでサスケでございました、ありがとうございました。